どうも皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回はグリークヨーグルトチョバーニのシリーズを紹介したいと思います。でこちらは普通のヨーグルトとは違います。それはこちらです。チョバーニグリークヨーグルトストロベリーバナナの紹介です。チョバーニの飲めるヨーグルト、ストロベリーバナナ、シンプルでイチゴとバナナが乗ってあります。飲むグリークヨーグルトはものすごく面白そうですね。どういう美味しさなのか結構期待してます。値段は2ドルぐらいでした。日本円で250円ぐらいです。全部ナチュラルの味で、飲む前にシェイクをしてくださいって書いてありますね。プロテインが入っててリッチな美味しさ。それではシェイクして開けたいと思います。色は薄ピンクですね。ストロベリーとバナナでヨーグルトの香りもちゃんとします。いただきます。滑らかでクリーミーだしうまい。グリークヨーグルトの酸っぱさがあって、バナナとイチゴの味がちゃんとする、ほんとリッチな美味しさになってありますね。ですけどもうちょっとイチゴの味が欲しいです。バナナとグリークヨーグルトの酸っぱい味がイチゴ味を上回っています。でも飲みやすいしうまい。ごちそうさまでした。点数は98点にしたいと思います。こちらは本当に美味しかった。ミルキーで酸っぱさ、ストロベリーバナナの味で飲みやすいんですけど、やっぱりイチゴ味が足りなかったですね。イチゴ味がぎっしり入ってあって、味のバランスがちゃんとしてたら100点満点になっていました。でもそれ以外は大丈夫です。ヘルシーな飲み物だし、一番好きだったのはグリークヨーグルトの酸っぱさでした。あれがねもう本当にたまらない。こちらおすすめします。もし見たら買ってみてください。他にもマンゴーとかあったので、そちらもね今度紹介したいと思います。チョバーニストロベリーバナナヨーグルトドリンクの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。